今回は、忍びの掟を忠実に守ってる奴ゼロ人説、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。掟なんてクソくらいや。キーさんくらいか守れてるの。でもな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。これ設定したのうち派じゃね？心を落ち着けろ、むやみに情に流されるな、でないと開眼するぞ。二代目だと思う。それはそれとして宗教と同じで後世の人が都合よく曲解してるとは思う。残像、仕切りの里。これ守れてそうなの扉枕くらいじゃね？根の組織。民衆。あれはわかるってばよ、空間で世界中の人をつなげて気持ちを分かり合おうっていうやべえ洗脳教だから。暗部は守ってそう。ヒルゼンがオロチマルと戦ってる時周りにいたのも暗部だけど感情出てたし。兄さんは守れてるんじゃ？両親殺す時涙見せたし。最後のデコトンで笑顔見せてしまってるし、まああれは仕方ない。起きて作ったの誰だろう？柱間？扉間？柱間は作っても自分が守れてなさそうだし、扉間も割としょっちゅう切れてるし。まあそういうルール作りそうではあるけど。実際潜入任務とかは本音隠さないとダメだし、戦闘でも敵との会話で動揺すれば情報推測されるからな。敵も感情むき出しだしな。初代様からして守れてないやん。守れる人が少ないからこそ掟を作るのでは。最初だけの世界設定、モブの常人は割とやってるイメージなんだけど、ネームドキャラがほとんど掟を守っていない。逆に考えるんだ。守れないからこそスポットが当たってネームドになるんだと。この鳩は言ってないし、努力目標ってやつや。武士道だってこいつらこういう心構えで生きなきゃすぐ堕落するなって感じで育まれていったものだし、あくまで努力目標なのよ。忍び心得や掟が忠実に守れる忍びが少ないから断蔵は根の忍びに感情を捨てさせたんじゃない？あんだけのひどいやり方して育成したサイがサスケと再会したあたりでサスケの車輪眼現術にビビって腰抜かしてたのがなんとも。感情がないとは何だったのか。ナルトとは出会って日が浅いのにすぐ心を開いたしな。感情を殺すテストは失敗作に終わったとも言える。生存本能？まあもともと感情を捨てたというより感情に触れる機会が少なかっただけだから、人と関わらせたら普通に感情持ち始めるんじゃね？と思った。三金は破るなよ。結局優秀な忍びの幼少期にトラウマ作っただけで、断蔵竜の根の育成は割と無駄というか無意味だったのではないだろうか。そもそも愛の千手と愛情深い内派が創設して、初代火影が民を家族のように愛した里なのに感情を消す方針はおかしいんじゃないか？里の設立経緯や内派一族のことを考えると、里の仲間への愛情を育んだ方がうまくいきそう。感情は抑えるものであって消すものではないと感じるし、断蔵は無理やり消そうとして余計な工程を入れたのが打足。孤児に衣食住と教育と戦う手段を与えて育てていけば、よほどのことがなければ自然と里を支える根になろうと志すようになると思う。どうかな。個人的な意見だけど、孤児って幼少期の愛情不足からか根本的な何かが欠如しやすいと思うから、無本とか例えばサソリみたいな暴走しかねない要素はあると思うよ。断蔵の野郎とせんこともわからなくはない。表に出すべからず。涙もそうだけど、隙ができるから危ないよってことじゃない？感情を表に出すな。だから愛とか感情自体は持ってていいんでねえか？ただ愛ゆえに暴走すんのはやめろ的な。裏の仕事をするなら感情は殺した方が任務を遂行できそうではある。任務中はそうかもしれないけど、里や仲間への愛情が真にないと裏切る危険性が高くない？野の兜イタチは孤児やサスケへの愛情があるから裏切る心配のない有能なスパイだったわけだし、根は思いつき、実験の段階だったと思うからなんともなぁ。今思うと柱間やヒルゼンどころか扉間も微妙に言わなそうな心得だな。連載初期の世界観のズレといえばそれまでだが、もしかしたらこの葉がくれ成立以前からあるものなのかもしれない。里成立前からの教えが何も残ってないってのもおかしいから良いんじゃない？敵対しててもみな忍びを名乗っとるんだし、どっちかといえばちぎりの里っぽい掟だよな。
まあ起きてできたあたりは戦中や休戦中だったんだろうし、もっと殺伐としてなきゃやってられなかったのかもしれない。卑劣様はあくまで感情は抑えてコントロールするべきだと言ったわけで、忍びたる者感情を殺せなんて一言も言ってないからな。むしろ愛情を無理に押し殺せば反動が怖いって内派一族の霊で嫌というほど知ってるだろうし、扉間はなんとなく言いそうなイメージあるけどな。合理的で現実主義者だし、愛憎に狂った内派も見てきたから、守れるかどうかは別として、戒めとしてそういう掟を作ってそうな感じする。三代目はお色気の術でノックダウンしたから言う資格ないんだ。その点卑劣様ってすごいよな。感情を殺せとは言ってないあたり卑劣様っぽいよな。戦乱時代であったとはいえ、子供の頃から感情をコントロールすべきって言ったり、大人たちはバカだと言って争わないために条約を結ぶことを考えたりと、忍びとしても統治者としても完成されている。世間知らずの子供のザレ事じゃなく、自身が戦場や弟の死を経験しても言えるのがすごいよな。この作品の強キャラって身内が死んで闇落ちしてる例が多いのに。キサメは大規模な水遁はともかく、性格は忍びらしい忍びだったな。感情を爆発させたのは元上司の裏切りに気づいた時くらいだろうか。カカシの元教え子って全く出てきてないよな。忍者辞めたのか。ナルトたち以外は全員不合格にしてたからな。カカシ、合格。今まで俺が持った部下たちは、上司の言うことを守るだけのクズだけだったからな。全員不合格だった。だがお前らは合格だ。確かに忍者の世界では、上の命令に従わない奴はクズだ。だがな、上の命令に従って、仲間を見捨てる奴は、もっとクズだ。これカカシ割とめちゃくちゃ言ってるよね。おお、好き勝手言いなさる。先に弁当差し出したのはサスケだぞ。この時点の桜クズだし。実際めちゃくちゃ言ってるから、それまでカカシは合格者出てないわけで、本物の忍者は無楽だけどな。しかも不合格だったら忍者アカデミースクールからやり直しだからな。ひどい先生やで。弁当を分け合うなという上司の命令に従う、クズ。上司の命令に従わずに弁当を分け合う、クズ。どっちに転んでもクズ。回避不可能じゃん。でも忍びの世界って上の言うことが絶対じゃなかったっけ。昔は忍びは上の言うことが絶対だったんだけど、カカシの父親の作もって人が上の命令を無視して仲間を助けて、そのせいで任務失敗になって、この葉の里全体から集団いじめを受けて自殺してて、それがきっかけでカカシがこんなこと言ってる。みんな守ってないのにこれを破って自殺した作もさんって、仲間の命のためなら掟を破っても許されるって意味じゃなくて、仲間の命のためなら掟を破ったクズとしてどれだけ罵られようが構わないって意味だからな。要は作もの覚悟が足りなかったってこった。でもこれが帯との伏線に繋がるからいいじゃん。なぜ忍者が普通の企業と同じ倫理観で動いてると思っているのか。与えられた任務をチームで協力しながら命がけで遂行するのに、上司の命令は絶対とか言ってられんやろ。命を預ける仲間を優先するのが普通ちゃうんか。そらケースバイケースやろ。仲間を見捨てるなはごもっともだけど、少なくとも突っ走ってばかりいる直上タイプは上司命令くらい聞いとくべきだと思う。臨機応変にやれるやつじゃないと危なっかしいわ。霧が暮れは忍びになると同時に相棒と殺し合うし、掟をちゃんと守ってそう。あとムー様は感情なさそう。なんかプランクトンみたいな増え方するし。霧がくれはむしろ感情豊かだぞ。青とかも同期を殺して生き延びてしまったからこそ、忍びとしてせめて里の役に立ちたくてあがき続け、死に損なって役に立てなくなったことに絶望したんだから。綱手の作った医療忍者の禁止事項と同じだぞ。基本は守らないといけないけど、特殊条件を満たしたらその限りではないってやつだぞ。一般的な心構えって話でしょ。仮にも依頼を受注して動く忍びって立場だし、行動規範すらないと忍びって何？ってことになるし。波の国編からして忍びは道具になりきれないが作品のテーマでもあるし。カンニングの会みたいに、ルール破るなら綺麗破れって感じでは、帯との心臓ぶち抜いた時のカカシがまさにそうやん。無言でて震えてたけど。そもそも起きてとかあるけど、
感情丸出しで忍び者やってる時点で起きて破りが多すぎて大した意味をなしてないっていう。ちゃんと守ってるの暗部や一部の忍びくらいだろう。あくまで感情を表に出すべからずなのよね。涙を見せぬ心を持つべしなのよね。感情が溢れそうでも、心の中で涙を流していても、己を律してなすべきことをなせっていうだけで。まあ、本当にみんなそれ守ったら漫画としてね。忍び者とはこうあるべしって起きてはあるし、そう努めてきたとしても、最後の別れにはポロポロ涙してしまうから読者も心を動かされるんだ。波の国編は桜もナルトもあのザブザさえも泣いてたし俺も泣いた。これは起きてじゃなくて忍びの心得だからなぁ。心得と起きてじゃちょっとニュアンス違うと思われる。まあ人間である以上守れないからこそ心得としてこういう標語があるわけでしょ。教室に飾ってあるみんな仲良くと同じだよ。皆さんは、忍びの掟を忠実に守ってるやつ霊忍説についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。